宇宙世紀00791月3日、この日ジオン公国は地球連邦政府に対して宣戦を布告。物量で劣る。そしてその弾丸と化すコロニーの巨人、偶然にもさ、生きてる人は誰がいないのか。くそ、ジオンめ。そしてその体験が彼に連邦軍人としての強い使命感を植え付けることとなる。一人でも多くの敵を倒すことだが、間もなく時は流れ、連邦軍がオデッサにおいての大反撃戦、自分の城は互いに敵対する立場に立つ二人のその軌跡が今。にはいかない。支援ポット。ただ味方がやられるのを見ているなんてごめんだ。仲間のためなら俺は。なんと無謀な。抵抗など無駄です。お下がりなさい。
は死神なんかじゃない。こんなところで足止めされるなんて。これ以上はやらせん。震えているね。これでも誰も来てくれなかったらここで死ぬのね。助けは来るさ、絶対来る。俺あそこに降りるんだ。何のために？それは戦争なんだろうけど、でもあそこに行けば何かが分かるような気がしてさ。自分が何者で何ができるやつなのか。だから絶対死ねないんだ。あなた、私が聞いていた連邦軍のイメージとは随分違う。羨ましい。羨ましい？
奴らにアプサラスを見られるわけにはいかん。早々に片付けさせてもらう。
趣味なのね。大事だ、出力低下。目標接近、敵を排除してください。貴様などに我々の邪魔はさせん。あら、やだ、こんなもん。失うのはもうごめんだ。やらせるものか。
生きている限り俺は絶対に諦めない。
やるよ。お前さん、思想が出てるぜ。人間、臆病くらいがちょうどいい。どうしても戦うのですか？そんなに戦いたいのですか？あなたは。お願いだから、私に構わないで。Thank you.
Thank you.
敵の新型兵器と共に姿を消したシロー・アマダはジオン軍の女パイロットアイナ・サハリンと思わぬ形で再会を果たした。雪に閉ざされた山脈に不時着した二人は空で出会った時と同じように生き残るため再び助け合うことで自分たちの中にある確かな思いに気づき始めていた。俺はジオンが憎いなのに空で出会った日から君のことが忘れられないんだ。たとえ君がジオンで恋人がいたとしても。恋人？恋人などいません。あなたが連邦の人でも私の答えはジオンと連邦が助け合える。あなたといると不思議です。それが普通だろ。あなたって人は私たち二人この世に残った最後の男と女ならいいのに。敵でも分かり合える人間はいる。だがそんな二人の思いを戦争という現実は打ち砕いていく。雪山から救助されたシロを待っていたのは審問会による厳しい尋問だった。たとえ敵味方に分かれて戦っていてもいい人間はいます。分かり合えるんです。自分にはそれがこの愚劣な戦争でのただ一つの希望だと思います。そんなシローの主張は審問会において一蹴され処分は一時保留となる。そして状況はさらなる事態へ。新兵器が開発中と思われるジオン軍秘密基地に対し連邦極東方面軍は大規模な殲滅作戦を決行した。シローとアイナ二人の戦争はそれぞれの思いを抱きながらも最後の戦いから逃れられないでいた。二人の戦争。
すものだ。行くぞ。これで終わりだ。まとめて叩き潰してやるぞ。俺は死神なんかじゃない。なかなかうまい。このままでは。
より攻めろ。守るより攻めろ。一気に叩く。くそ、一か八かだ。諦めるもんか。倍返しだ。くそ、そちらがその気ならば遠慮しない。やらせるものか。守るより攻めろ。
よ。Thank you.
ておきな。お前さん、思想が出てるぜ。たまには熱くなるのもいいだろう。バーニングファイヤー！やつを仕留めろ。なんという集体だ。戦いは終わった。山をも震撼させた強兵器アプサラス3はシロアマダとアイナサハリンの身を挺した攻撃により破壊された。ほら行こうぜ。あのアマちゃんを探すんだろ。エレドア、何があったか知らねえが、アマちゃんは許してるって。そうだろうか。当たり前じゃないか、仲間だろ。行くぞ。アマちゃん出てこい。狂気へと走った男ギニアス・サハリンはすでになく、シローとアイナも戦いの終わりを告げるアプサラスの爆炎の中に消えていった。ただ人を殺すだけの戦争に抗い、己が理想を貫こうとあがいた一人の男と、あくまで功にこだわり戦いを求めた指揮官、両者の思いが激突した結果、それはあまりにも犠牲に満ちた戦いの終わりであった。そして東南アジア戦線における戦いはジオン軍の敗北という形で幕を閉じ、それから間もなく一年戦争は終結した。重いね。うん、背負っていこう、二人で。We'll be right back.
Thank you.